皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちらうちのチャンネルでも連日活躍しております、DJI の新型アクションカムのオゾーアクション4なんですが、これのねまた検証やっていきます。で、今日の検証の内容なんですが、このオズモアクション4をこちら、はい、ゼウンのクレーン M3 これに乗っけて運用すれば、夜間の最適化とね、合わせて使うとすごくいいんじゃないかっていうことをちょっと今日試してみようかと思います。というのも、このオズモアクション4、夜間にねとても強いこの夜間の最適化モードってやつがあるんですが、これを使うと、まあ、このアクションカムで僕が大好きなホライゾンバランシング水平維持を取る機能が使えなくなったり、まあ、超広角から広角になったりと結構ね制限があるんですよね。しかしジンバルを使うことで手ブレ補正と水平を保ちつつ、さらにシャッタースピードも落とすことができるので、まあ、この組み合わせであれば、このアクションフォームね夜でも綺麗に撮れるんじゃないかってことをちょっとやっていきます。で、一応動画の後半の方ではね、このポケット2と2つ比較して、まあ、ちょっと映像も撮ってみようと思うので、どうか最後まで見てくれると嬉しいです。はい、それじゃあ早速外に持ち出して映像を撮ってみましょうか。はい、外にやってまいりました。まずですね、ちょっと手持ちで低照度最適化オンでやってみましょうか。はい、こんな感じの、結構ね、暗くなってきましたね。今普通に手持ちで歩いていますけども、どうでしょうか。まあ、この前紹介したところよりかは、だいぶね、明るさは確保されていると思うので、ちょっとは、マシな感じかな。とはいえ結構ね、手ブレは、激しいかと思います。それじゃあちょっと次ジンバルに乗っけてみましょう。はい、ジンバルに乗っけました。まあ、これで手ぶれはほぼほぼ防げてるかとは思います。もう全然ね、このサイズ的にもうアクションカムな大きさではないですけども、はい、ちょっと横向けてみましょうか。横向けながら歩くとこんな感じ。まあ、ここまでやれば仮に、DJI のオズモアクション4でもかなりね、夜間はいけるんではないでしょうか。もうでもこの画面で見ると結構アクション4でも頑張れてるような感じがします。まあ、4K の 30p でなんかシャッタースピードもね相当落ちてるっぽいんですけども、はい、どんなもんでしょうか。あー、この辺がいいですね。ちょっと風が強いんでちょっと音声は不明瞭かもしれないですけど、はい、このあたりは本当にね暗いですね。暗いですけども、今回はジンバル、久しぶりにねジンバルに乗っけておりますんで、なかなか安定はしてるんではないでしょうか。まあそうですね、前回もあのアクション工程車載とかもやりましたけども、まあやっぱどんなに頑張ってもねアクションカムなんで夜間はね相当しんどいと思います。なんでこれも前に言ったんですが、まあ、どうしても夜間の撮影もってなると、ベッドポケット2を持っていくか、まあ、ジンバルに、乗っけるのが、いいんではないでしょうか。そうですね、せっかくなんであのポケット2を持ってきてるんで、ちょっとポケット2とも比較してみましょうか。はい、いつぞやと同じようにポケ2と、アクション4を2つ並べてやっております。海の方はもうめっちゃくちゃ暗いですね。ほとんど何も見えない状態。少しこの状態歩いてみますか。あ、こっちはまだ多少街灯があるからマシかな。でね、ポケット2は、D シネライクが選択できるんですが、アクション4はですね、この低照度の最適化をオンにすると、D ログ M 使えなくなってしまうので、これ標準ですね。まあ、色温度も全部、自動っていうかオートでやっております。まあ、少しこれは、設定が違うから一概には、まあ、比べられないかな。ただ、このちっちゃい画面で見ると、あれ、ジンバルに乗っけると案外アクション4、ね、頑張れてるのかな。ポケット2はですね、これ、広角レンズ、つけております。標準のやつですね。はい。ただ、大きさが明らかに全然違うからな。このジンバルをね、結局持っていくためにバックが相当大掛かりになってしまいますから。もうこれだったら、もしポケ2とアクション4だけ持ってくんなら、ちっちゃい、この刀景色のね、ショルダーバッグで済みますけど、ジンバルが来ると、まあもうどうしても、ちょっとね、機材が大きくなっちゃうかな。はい、こんな感じで歩いております。まあポケ2はね、この場所でも何回か、アクション2かな、アクション2でやった時も、同じようなことをやっていました。
お、一気に街灯がなくなってきましたね。あ、でもここはすごいな。意外とアクション4頑張ってるかな。ただこれあくまでちっちゃい画面で見てるんで、家帰ってねある程度のサイズで見ると、まあ、結構ノイズがバンバン出て、しかも映像の、このね鮮明度っていうのもやっぱりポケット2が買ってしまうことがあるかな。はい、じゃあちょっと番外編としてアクション4を D-LOG-M にしてみます。はい、アクション4を D-LOG-M にしまして、色温度を 2200K で固定で、価格も超広角にしました。この低照度の、最適化をオンにするとどうしても制約が多くなってしまうんですが、それを解除することでほとんどの設定をね使うことができます。でも、手ブレ補正はロックステディですね。まあジンバルに乗っけてるんで全然その辺はもうこのロックステディとジンバルが合わさることでほぼほぼ手ブレ補正は無敵になってるかと思います。はい、風が強いですが寒、めっちゃ寒いですね。もう気温が今18度しかないっていう、まだ8月なんですけどもね、僕の住んでるところ夜になるとすごい冷えるんですよ。この前までは夜でもねそこそこ暑かったんですけど、もうなんか夏が終わった感じですね。はい、横向けました。あ、ちょっとここの映像は面白いかもしれない。ポケット2は D シネライクで、アクション4は D ログ M なんですが、なんかね D ログ M の方はね、あ、意外となんかこれある程度色を調整すればポケット2よっかも、いいかもしれない。ただまだ家に持ち帰ってなくて、この小さい画面で見てるだけなんで何とも言えないんですけど、なんかね、こうジンバルと D ログ M はもしかしたら結構組み合わせ的にはいいかもしれないですね。これであれば、室内とかでも案外いけるのかな。はい、こんな感じですね。にしてもね、やっぱこのアクション4、画角を超広角にしても、GoPro 11の、ハイパービューか、あれほどやっぱ画面が歪んでないからいいですよね。特にこういう、今ちょっとさらにグッと下げますけど、右の、この手すりの金属の手すりの部分、これをね、こう端っこに持っていくと、GoPro だったら結構ね、歪むんですよ。でもまあ、その歪み具合も、そこまでひどくはないかな。まあもちろんその若干湾曲はしてますけど、そんなひどくはないですね。はい、これがですね、ジンバルに乗っけて、なおかつ、D-LOG-M にして、普通のロックステディの状態でやっています。横向けましょうか。こんな感じ。で、今使ってるジンバルが、ゼウンのクレーン M3 なんですが、一応これね、アクションカムとかスマートフォン、まあ、ミラーレスカメラに対応してるジンバルなんですけど、もうパワーがね、余りまくってね、パワーが、多すぎて、一番低くしてるんですけども、若干本体振動してます。なんでね、今この、アクション4の方には、これ、ケージつけてね、無理やり重さをつけてるってね、おかしい話ですね。軽量化したいんだか、重量化したいんだかっていう。まあまあ、こう、仮のウェイトをつけて、無理やり重量を稼いでおります。はい、といった感じでですね、軽く、歩いてまいりました、どんな感じだったでしょうか。なんかこうしてみるとまだこの街の明るさっていうか、この夜 の, この空の部分とかがアクション4結構頑張ってる気がするんですけども、はい、じゃあ家に戻ってですね、ちょっと僕も映像をチェックしてみます。さあ、ということで家に戻ってきまして映像の方を確認しました。そうですね、まあ、やはりジンバルに乗っけることによってで、この夜間の最適化をオンにしたとしても、まあ、手ぶれはほとんどなく、でなおかつ水平もピシッと撮れたので、まあ、とてもね映像的には滑らかなものになっていました。でちょっと明るさに関してなんですが、今回 ISO 感度を、MAX ISO 6400でやったんですけども、これはねもう一段階下げても、まあ、いいんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。というのも、まあ、動画の後半の方で、夜間の最適化ではなくて D-LOG-M で撮った時はこれがね結構良かったんですよ。ポケット2と比較しても、まあ、ちょっと精細感で言うとまだポケット2の方がいいんですけども、明るさとかで言えばもう断然アクション4の方が良かったんで、まあ、ちょっと明るすぎるというか少し無理やり持ち上げてた感があるんで、このポケット
ット2と同じくらいか、それかもう1段階明るいくらいであれば、ISO感度のマックスは3200くらいでも、まあいいのかなってちょっと今回ね思いました。うん。予想以上にね、これね、D-Log M を使って、でロックステディにしまして、まあ、画角とかを超広角にした時の、まあ、このねバランスの良さといいますか、全体的な写りの良さはとてもねこれ良かったです。意外とこう夜間の最適化よりかも D6M にしてジンバルに乗っけた方がなんか最終的にはいい結果になるんじゃないかってちょっと思いました。もちろん夜間の最適化オンにすれば、まあ、結構ねあのアクション4でも頑張ってくれるんですけども、まあなんか全体的にそのアクションカムの取って出し感というか、少しこう絵が潰れてしまうっていう感じがあったんで、うん、D-Log M にしてホライゾンバランシングからロックステディにして、画角を超広角か広角にするっていうのがジンバル運用の最適解ではないかなと思いました。まあフロントモニターもついているので自撮りも楽ですからね。ただまあこの2つ比べてみると、はい、もうこれだけの差がありますからね。わざわざこのジンバルを持ってしてもこのアクション4をあんな環境で使うかって言われたらちょっと微妙かもしれませんよね。もう大人と子供くらいのねサイズ感、はい、ありますから。まあとはいえ結構画角はね、やっぱアクション4は広いんで、ちょっとこれポケット2の広角レンズをつけても真似できないですから、そういったところで利点は、うん、あるんじゃないかな。どうしても、このカメラ1個でしか、ね、やりたくないっていう方だったら、この組み合わせはいいんですけども、まあそうじゃなかったら、なんか素直に室内とかに入ったら、あ、ちょっとカメラ切り替えますって言って、ポケット2、まあ出した方がいいかなと。で、まあ音声とかに関してもね、ちょっと今回あの相当風が、強かったんで、あの後半の方はこのポケット2とワイヤレスマイク、この専用のワイヤレスマイクでやってたんですけども、本当このワイヤレスマイクもね、いい音で取れるんですよ。全然普通に聞いててもね、そのおかしいところがないというか全く問題がない。今一応こうリニア PCM レコーダー使ってますけども、まあそれと比べてもそんな遜色ないくらいのね音でこれ取れるんでね、まあなんだかんだ言ってこの2つの組み合わせが、まあ、ちょっと最強なのかなっていうふうに思ってしまいます。あとこのアクション4とこのクレーン M3 を収納するのに、まあ最低でもこのサイズですね。この PGYTECH のこのワンモーショルダーバッグの10リットル。これがね、もうどうしても最低限必要になってしまいました。このクレーン M3 でも、このクラスのジンバルの中では一番小さいんですけども、それでもやっぱ三脚外して中にギリギリ収まるくらいなんで、まあ、どうしてもバッグとかもね、大掛かりになっちゃいますよね。もしこれがアクション4とポケツだけであれば、もっともっとちっちゃい、ほんとショルダーバッグでも間に合うんですけども、どうしてもジンバルを持ってくってところで、このバッグが少しね大きくなってしまいます。まあ、ただこのジンバルの挙動とかあのパワーに関しては申し分なかったですね。あの前にコメントで、あのインキーの小型ジンバル、本当アクションカムの特化のジンバルとかでもいいんですかって話があったんですけども、まあそれでも悪くはないと思うんですが、やっぱりねジンバルのパワーはある程度あった方がいいです。ちょっとパワーオーバーくらいの方がアクションカムとは多分ね相性はいいと思います。まあアクションカム自体もかなり強力な手ブレ補正がついていますし、でこのジンバルのさらに強力なこのモーターのパワーで、まああのしっかり本体をね保持してくれますし、ちょっとこの振動とかね、そのパワーが強すぎて、まあ途中ちょっとカタカタ振動してしまうことはあったんですが、まあこのアクション4の、手ブレ補正でこのその分は全然補正できるんで、個人的にはねやっぱこのクレーン M3 とか、あとこのこれよりかもうちょっと、お安い、なんて言いますか、クレーン M3S だったかな、はい、それでも全然いいと思います。とにかくこのアクションカムと Zhiyun のジンバルの相性はとっても良かったです。はい、ということでですね、まあ意外ではありましたが、この最後 D-Log M が予想以上に良かったので、まあ、今後ねちょっと時間とかまた見つけまして、このアクション4を外に持ち出して、まあ、動画をどんどん撮っていこうかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様何かも参考になれれば幸いです。で今後もですねこのアクション2とかこのポケット2の話どんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。